タイタン 2GLV、または、ジェミニタイタンは、アメリカ合衆国が開発、運用した使い捨て型ロケット。タイタンロケットシリーズの一つである。アメリカ空軍向けの大陸間弾道ミサイルである、タイタン2を転用したものであり、アメリカ航空宇宙局の有人宇宙飛行である、ジェミニ計画で用いられた。 1964年4月のジェミニ1号から1966年11月のジェミニ12号までの12回の打ち上げに用いられ、すべて打ち上げに成功した。12回のうち10回は有人飛行である。打ち上げはフロリダ州ケープカナベラル空軍基地の LC-19 発射台を用いている。タイタンー g l v は二段式の液体燃料ロケットであり、 これに冗談として、ジェミニ宇宙船を搭載したものである。初段には2機の LR-87 ロケットエンジンが、2段目には1機の LR-91 ロケットエンジンが用いられている。燃料には、エアロジン -50 と4酸化に窒素が用いられている。ICBM からエルブへの転用にあたっては、空軍システム軍団の支援の下、いくつかの変更が行われている。 異常発見システムが組み込まれて、クルーにロケットの危機器以上を通報するようにされたほか、操縦システムにはバックアップが追加されて、冗長性が高められた。第二段部からは不要なバーニアが取り外されている。さらに、誘導については、完成誘導装置を取り外し、軌道の追跡結果をもとに、外部からの無線誘導が主となるように変更されている。 ありがとうございます。